はい、皆さんこんにちは。今日2つ目のお話をさせていただきます。実はですね、この YouTube をさせていただいてるんですけども、クレームがよく入りましてですね、音が悪いと、あるいはキー音っていうのが聞こえるっていうね、キーンっていう音が鳴ってるらしいんです。で、私も年寄りですから聞こえません。なんか高周波の音らしいんですけども、若い人には聞こえるんだけども、年を取ると聞こえないそうなんですよね。だから全然気にしないで見てくださってる、聞いてくださってる方がいるんでしょうけども、まあ20代の方は多分キーンという音を聞きながら、聞いていただいてて大変恐縮なんですけども、で、なんとかしよう、なんとかしようといろんなことやってるんですけど、うまくいかない。なんせ自分でですね、聞こえてるか聞こえてないか自分で確認できないんで、これがまた不便なところでして、で、いろいろ調べたところですね、どうやらこのパソコン、これ今パソコンのカメラで撮ってるんですけども、パソコンの中の音を拾ってるんじゃないかという疑いが出てきましてですね、じゃあこのカメラ買おうよと思って、もともとカメラ買ったんですけども、安いのなんか外部マイクって取り付けられない安いやつだったんで、まあせめて外部マイク取り付けられるってもこれですよね。これだったら別に音声もちゃんと拾ってくれるだろうし、パソコン通さなければキー音も聞こえないんじゃないかなと思って注文して今日届いたんですね。で、早速やってみた。で、録画してみたんですけども、なんとなんと音が全く録画できないっていうか、録音されない。で、僕がパクパク喋ってるだけだっていうんで、で、まあいろんな操作をやってみてですね、説明書を読みながらいろんなことやってみたんですけど、どうもダメで、で、内部に内蔵されてる、マイクあるらしいんですけども、それを使ってやってみてもダメで、要は、録音の機能が故障してんだろうな、ということで、なんとかなんないのかなと思って、サービスの電話番号でもあれかけようかと思ったんですけど、全くありませんね。で、まあ、住所がですね、どっか外国ですね、中国ですから。で、電話番号書いてあるんですけど、国際番で、なもん別に、かけても多分中国語も英語もね、そんな流暢に喋れませんから、なんで、もうダメだこれは、返品と思って。で、Amazon でこう、返品しますってやって、めんどくせえのかなと思ったら、これが超簡単でして、音声録音されないので返品しますって言って、ピッピッピッってやっていけば、あとこっちの住所を入れたりとかすると、プリントしてくださいって言うんですけどね、プリント紙に出て、プリントあるんで出すと、でそこに返品バーコードみたいなのがあって、これをつけてくださいって書いてあるんで、それを入れて梱包し直して、で送り先住所もプリンターで出てきますんで、それペタッと貼って、で取りに来てくれるんです。日本郵便が間もなくそこにできてますけど、でこれで返品終わっちゃうのかなという感じで、さすがだなアマゾンと思いまして、手続きが終わって、もう梱包が終わってから次買わなきゃと思って次を買ってしまいました。しかしアマゾンはすごいですね、というお話でした。はい、皆さんどうもありがとうございます。